内藤ルネは日本のイラストレーター、デザイナーである。本名は内藤勲、中原淳一に支持し、1950年代半ばからジュニアソレイユなど少女雑誌にイラストや人形作品を発表。童画でファッショナブルな少女画で人気を博し口絵や、黒く人形や雑貨のデザインなどで幅広く活躍した。ルネの少女画はそれまでの美しく、憂鬱を含んだ。 少女画とは一線を画した等身の低い幼さのある、はっきりした色合いと線画の元気な少女画であり、以降の少女文化、イラストに大きな影響を与え、日本の可愛いい文化の先駆けとなった。他1971年には、ルネパンダ、イチゴデザイン、白いインテリアなどを発表、発信し一世を風靡した。また、長年にわたり、男性同性愛雑誌の バラ族で表紙を描いたことでも知られる。愛知県岡崎市羽町生まれ。聖火は、東海道本線岡崎駅の駅前の聖火店。岡崎市岡崎国民学校卒業。1948年、蒲郡町の紳士服店に住み込みで働き始める。1951年、19歳で、女性画家の中原純一に呼ばれ上京。中原が主催する出版社のひまわり社に入社。 雑誌、ひまわり、ソレイユの編集を手伝いながら、挿絵などを描くようになる。フランスの映画監督のルネクレマンからとって、筆名を、内藤流魂とする。1954年、ジュニアソレイユの創刊号から主要メンバーとなり、イラスト、人形作品を掲載。この頃から1964年頃まで、少女クラブ、リボン、仲良し、女学生の友など、少女雑誌各種の口へ、 付録、イラスト作品を多数手掛ける。1950年代、ひまわり社のモデル募集に応じて、東京都立駒場高等学校の生徒だった藤田龍が編集部を訪れる。この時内藤は藤田に一目ぼれするが、藤田は同社発行の雑誌にモデルとしてたびたび登場することとなる。1960年頃に筆名を龍根からルネに改めた。 1961年頃から1980年代まで、マスコット人形、食器、インテリア雑貨、キャラクター文房具などを多数デザイン。1964年、服装に、手芸、インテリアの提案などを行う自由なテーマ連載を開始。私の部屋に引き継がれ中断を経ながらも1992年まで続く。1971年、ルネパンダを発表。 翌年の日本でのパンダブームの先駆けとなった。同年7月、日本初の商業ベースの男性同性愛雑誌、バラ族の総刊号が発売。表紙を描いたのは、当時、内藤のパートナーであった、藤田竜であった。内藤の絵は1980年からサハラ・サムの名で、同誌に使われた。1984年2月号から内藤ルネ名義で、 1998年9月号まで14年に渡り、表紙を描いた。内藤と藤田は、仙駄谷駅の近くの豪華なマンションに住み、バブル期に上北沢と江の島の土地を売って7億円もの金を有していたが、1990年代に趣味で集めた人形の美術館の計画で詐欺に合いほぼ全財産を失う。2001年、 わずかに残された静岡県修善寺町の土地に、自らの人形コレクションを紹介する、ナイト・オルネ人形美術館を開館させた。2002年7月、東京の弥生美術館で、初の回顧展、ナイト・オルネ展、ミラクルラブリーランドが開かれたのを機に、新たなファンを獲得。かつて出版した著書が復刻されるなど、再び脚光を浴びた。2005年7月、 内藤ルネ発行開コレクション展日本の可愛いはルネから始まったが開催された。2005年に出版した辞伝の中で、同性愛者であることを告白した。2007年10月24日、急性心不全のため、静岡県伊豆市の自宅で死去、74歳没、全国各都市で開催されている、開顧展2012年にマスターライセンサーとして、株式会社ルネが設立され、 かわいの聖地、原宿に新たなライセンサーとしてその業務を開始した。現在同社において様々なアイテムによる商品化や原画店等を行っている。2007年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2018年、2019年、叙情画家の中原との出会いは、戦時下にあった少年時代、友達と忍び込んだ空き家に散らばっていた。 少女が埋目にしたことから、中原の描く世界に憧れた。戦後、学校を卒業し、将来の進路に迷っていた時に、書店で、中原の雑誌、ソレイユを見つけ手紙を出した。その時のことについてるねは、絵や、詩も入れて、純一先生にお手紙を60通ほど書いたんです。諦めかけた時に、お元気ですかと、先生から年賀状が届いた。 奇跡が起こったんですねと語っている。中原に呼ばれ19歳で上京。中原が主催する出版社のひまわり社に入社した。雑誌、ひまわり、ソレイユの編集を手伝いながら、商品のカット絵などを描くようになり、ジュニアソレイユ総監と同時に、主要メンバーとして、イラスト、人形作品を掲載した。またルネは、私の画風が、純一先生とは、 まるで違っていたから先生は描かせたと思うの。似ていたら描かせなかったと思うのとデビュー当時の思い出をこのように語っている。1971年、イギリスのロンドン動物園で初めて見たジャイアントパンダからキャラクターのルネパンダを生み出した。翌1972年に日中国交正常化を記念して中国政府から2頭のジャイアントパンダが 東京の上野動物園に送られることになると、日本にパンダブームが起こり、ぬいぐるみ、陶器人形、文具などのルネパンダのグッズ類が大人気となった。パンダブームでは、劇場用アニメーション映画のパンダコパンダが制作されたり他にも、数多くのパンダのキャラクターグッズが生み出されていたが、いずれもパンダ来日をきっかけに、企画や制作されたものであったため1971年に、 ルネパンダを発表したルネが日本で初めてパンダを描いたアーティストと言われている。基本的にジャイアントパンダの尻尾は白色の毛で覆われているが、内藤はあえてルネパンダの尻尾を黒にしている。パンダブームで製造された他のパンダキャラクターグッズもこれに追従する形となり、ジャイアントパンダの尻尾は黒と考える人も多かった。ただ1958年公開のアニメ映画、白蛇ビ 同映動画に登場するジャイアントパンダの尻尾も黒く再色されている。2002年7月4日から9月29日まで東京都文京区にある弥生美術館で初の回顧展が開催されたが9月7日放送の TBS テレビ王様のブランチのワンコーナーで紹介され、ロケ収録映像の中でルネ本人が登場している。ロケレポートを行ったタレントの橋の恵美は ルネパンダや各種キャラクター文房具、ファンシーグッズ類は認知していたが、作者のルネは、名前の印象から女性であると思っていた。ルネの作り出した作品は広く知られていたものの自身は、知る人ぞ知る存在であったため、時折自ら、内藤ルネ人形美術館で、案内役に立っても気づかない観覧者がおり、自己紹介して驚かれることが少なくなかったという、2009年、テレビ、 東京系列の開運。何でも鑑定団にゲストの美濃は遥が自身の母がその友人からもらい受けたという謎のソフトビニール人形を出品し、鑑定士の北原照久がナイトールネの雷坊やと鑑定。鑑定額5万円。2018年1月26日 NHK 総合放送金徳のそして可愛いが生まれた。 ナイトールネ港と影の会で、愛知県出身の可愛い発信者として紹介された。愛知県、岐阜県、三重県、福井県、石川県で放送された。ナイトールネ展ロマンティックよ、永遠に、カタログ、2008年、朝日新聞社発行、可愛い文化の層岡崎市出身、ナイトールネ紹介。一般社団法人岡崎パブリックサービス。2018年12月5日閲覧。 内藤ルネ自伝すべてをなくして、転落の後に、小学館、クリエイティブ、2005年7月20日、13ページ。内藤ルネ自伝すべてをなくして、転落の後に、小学館、クリエイティブ、2005年7月20日、47ページ。伊藤文学。バラ族の人々から、初めて表舞台に立った、藤田龍さん。第5回。オタポル。 2019年11月26日閲覧。2018年1月26日。NHK 総合放送金徳。そして可愛いが生まれた。ナイトールネコと、影、伊藤文学。バラ族の人々、ナイトールネさんと、藤田龍さん。いいコンビだった。第8回。オタポル。2019年11月26日閲覧。伊藤文学。 いつまでも愛されている内藤ルネさん。伊藤文学の一人ごと。2019年11月26日閲覧。伊藤文学。内藤ルネさん。何度か死の音。伊藤文学の一人ごと。2019年11月26日閲覧。可愛い文化の生みの親。内藤ルネ店が大阪大丸梅田店でルネパンダのスマホケースも販売。 ファッションプレス、https コロンスラッシュスラッシュ www.fashion-press.net スラッシュニューススラッシュ358522019年11月26日閲覧。イオンモール岡崎、内ールネ店イベント岡崎お出かけナビ。岡崎市観光協会公式サイト。細山里。かわいい原点開公岡崎で、内ールネ店。 中日新聞2019年11月28日付長官、西見川版、19面、横田咲。可愛いい400点美白で、内藤ルネ店始まる初公開作も、東海愛知新聞。 http://www.fmokazaki.jp コロンススララッッシシュュスラッシュ東海スラッシュ 191126.php2019 年11月26日閲覧2005年7月5日読売新聞のインタビュー記事より引用2002年7月の弥生美術館での古典リーフレットの記事より引用ありがとうございます